2010年6月に大阪で発生した中国人48人による生活保護の不正受給問題。中国人48人はいずれも中国から帰化した姉妹一人の介護を目的として入国し、5、6ヶ月間の在留資格を取得した上で生活保護の申請を行いました。そして大阪市は当初生活保護支給の判断をしました。生活保護を受給するには一定以下の収入しかないことや、車や住居などの資産がないこと、そして超絶大前提として日本人であることが必要です。大阪市は申請を受け付け、短期間ですぐに支給開始の判断をしましたが、中国人48人の所得をどうやって確認できたのでしょうか？どうやって資産の確認をしたのでしょうか？その他にも突っ込みポイントは山ほどありますが、大阪市は何をどうやってどの程度調査した上で支給が妥当だと判断したのでしょうか？この外国人に対する生活保護支給の問題は今ではもっと深刻化しています。日本で生活保護をもらうためのマニュアルも存在します。多くの方は腹が立つ内容だと思いますが、日本国の問題点として最後までご視聴くださいませ。まあ、シナ人、このですね、生活保護の問題ですよね。あなたたちがですね、無分別に、なぜシナ人たちにですね、生活保護を与えなきゃいけないのか。でね、非常にね、私が納得できないのはですね、彼ら日本に入国して6日目にあなたたちに申請に来て、それすぐ通したでしょ。日本人がね、あなたたちのところに来て生活保護を申請したときです。これだけ早いスピードで出したことあるんですか、本当に。申請を受け付けるのは、別に日本人であろうと、海外であろうと、海外に人であろうと、大阪に来て1日目であろうと、2日目であろうと受け付けます。いや、あなたね、受け付けるとおっしゃったけれども、はい。以前、この大阪でもね、まあ、今もやってるかもしれませんけど、水際作戦やってましたよね。今では申請の意思が確認されたケースについては全て受け付けております。かつてはやってたんですね、じゃあ。かつてっていつのことを言ってるんですかね。基本的には申請の意思が確認をできたら受け付けなさいというのは国の指針になってますので。その指針が出たってことはね、それつい最近ですよね、何年か前ですね、厚生労働省があなたたちに指針出したはずですよ。そうですね。それまで何やってました？申請書すら渡さなかったでしょ、国民に。申請書すら渡さなかったということは、まずはご相談を受けさせていただいて、他方の活用ができるのであればそちらをやってください、稼働能力の活用ができてないのであればそちらをまず活用してくださいというのが法の意思になってますので、それがご案内をさせていただいてましそれた。は今でも同じですか、今基でも本一緒的です。には。シナ人にね、あなたたち、その受付をする前にきちんと言ってますか？それは言うてますよ。ただ、申請、仮に稼働能力があったとしても、資産があったとしても、申請の意思があれば受け付けるようにというのは今の国の指針でもありますので、一旦申請を受けさせていただいて、資産がもし確認できれば却下という取り扱いになります。今回ですね、まあ、シナ人たちがいきなり日本に来て6日目に申請を行い、そしてなおかつね、それをあなたたちがすぐに通した。すぐにというか、法定受領期間の中、14日以内に通しなさいということになっておりますので、これは別に海外の人であっても日本人であっても一緒ですので、たま却たま下そというのこ期と間、がね、却下という選択はなかったんですか？その時点ではですね、合法的に日本に入国されてですね、在留許可を得ておられる資格の中でですね、生活保護を受容してもいいという、受容すべきであるというふうに国の指針が出ているものについてはですね、日本人と同じように審査をさせていただいて、もし困窮度合いが深ければですね、生活保護を適用するというのが当時の見解だったので、それに従いました。つまりね、あなたたちがおっしゃったのは、それは厚生労働省の指針だから仕方がない。厚生労働省が一番の原因だってことですよね。厚生労働、生活保護法というのはあくまでも国の委託業務でありますので、こちらとしては裁量権はないというふうには考えています。ね、それはね、前回、会社さん聞いてるんはい、ですよね、聞きそのますね。話。はい。でね、まあ、これは名称をちょっとお渡しはできないけども、厚生労働省、私、直接行ってきてます。で、厚生労働省援護局保護課の係長、桑原さん。まあ、もう一方いましたけど、この方にね、あなたたちの対応について問いただしたんですよ。厚生労働省の、ね、指針に従ってる、こちらにはね、裁量権がないと言ってる、まあ、要するに厚生労働省本局にね、これ全部責任をかぶせてるけど、これでいいのかと、間違ってると、この人はっきり言ってましたよ。本局があなたたちの対応を間違ってると言ってるんですよ。何を根拠に間違ってるとおっしゃってありました？
少なくともね、うん、窓口はあなたたちだ、うん、支給開始決定権は事実上あなたたちが持ってる、うん、そうでしょ。そうですね。あなたたちの責任じゃないですか。少なくともね、この48人の生活保護、うん、間違ってたと今思ってます。それはその時点での判断では間違ってたとは思ってません。結果としてでも間違ったわけですね。いえ、困窮状態にあるときに、それをどう判断するかというのが生活保護法に決められてますので、その困窮状態でね、日本に入ってきたこと自体はこれ違法行為ですよ。あ、それそのものはね、入国管理法違反ですよ。我々がね、それを入国管理法違反と調査する権限を生活保護法の中にはないんじゃないですか。一般常識としてね、はい、つい昨日おととい入ってきたシナ人がいきなりここに来て生活保護を求める、うん、それはもう最初から生活保護を求めるために来たと判断するのがこれ常識だ。あ、それをね、判断するのは我々ではなくて入管ではないんですかということを申し上げてるんです。我々は別に入国の、意図をね、判断する権限は持ってないんです。それは入国の意図とかじゃなくてね、うん、あからさまに生活保護目的にね、やってきた外国人に、うん、ろくすっぽ日本語すら喋れないような外国人に、うん、あなたたちが生活保護を与えてる、これが大問題だって言ってるんですよ。そうですよ。すいません、このまま説明するということになりますので、これはこちらの方から、我々の判断をお話しするということになりますので。わかりました、黙っていきます。はい、ですので、それで違いますとかっていうそういう話をされるのであれば校長であるので、もうこれ以上お答えできませんということになります。我々はですので、その段階では間違えていない判断、厚生労働省の指針とかに基づいて判断をさせていただきました。ですので、それは国が言うように、決定権はあくまでも我々にはありますので、それは我々の判断です。ですが、その判断の元になるのはあくまでも国の指針になりますので、それはその段階で国の指針に基づいて適正な調査を行って、適正な判断を下したというふうに考えています。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。市の担当者サイドとしては、まちまた対応はしていないということでしたね。いろんな問題点がありますが、窓口がこれでは生活保護目的の主制にとっては最高の国でしょう。この時から10年以上経った今では、解決どころかどんどん問題が深刻化しています。日本人からは増税増税。外国人にはかわいそうだから生活保護をあげるよ。同じ国に住んでるんだからさ。と、綺麗元を並べて支給する、お花畑政治家。謎の人権派と言われる団体。この状況は日本人が本気で怒らない限り改善されないでしょう。気分が悪くなる動画で申し訳ありませんが、今後も政治の意味不明を取り上げていきますので、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。それでは。